熊野丸は、大日本帝国陸軍が建造した、揚陸艦。全通式飛行艦班を有し、軽空母としての性格も持つ。陸軍特殊船やキツマルの改良型である。日本陸軍における分類は、特殊船。太平洋戦争中に護衛空母機能を有する、上陸用集停母船として寄港されたが、完成が1945年3月のため、 実戦使用されないまま終戦を迎えた。引き上げ船として使用後、解体された。日本陸軍は、島国という地理的事情のため早くから、豊洋作戦及び上陸船に対する関心が深く、1930年代から、陸軍特殊船と称される、揚陸艦を建造していた。第一戦の新州丸は1934年に、竣工した。 新州丸はカタパルトを装備して飛行機を射出できるが着艦用の飛行艦板を持たず発進した飛行機は味方が占領した敵飛行場に着陸するか洋上に不時着して搭乗員のみ回収することになっていた。第2戦の秋津丸は飛行艦板と飛行規格の多くを有するが日本海軍の航空母艦と比較すると問題点も参見される。 太平洋戦争が勃発すると揚陸戦艦艇の需要は高まったが十分な数を揃えられなかった。そこで戦時標準船に代表される計画造船の一貫としても特殊船4隻の建造が行われることになった。戦時型の特殊船は一般の戦時標準船各型と並んで M 型に分類されうち2隻は 標準的な集定母船の M 航型2隻は上陸船支援のための航空機発信能力を有する M 兵型として計画された。なお、完全な軍用船ではあるが、民間海運会社保有の商船名目で建造し、徴用の形で陸軍管理下で運航する方式を取った。この M 兵型一番船として計画されたのが熊野丸である。 1944年3月から着工の m c 型に続いて3隻は日立因島造船所で建造されることになった。名目上の船種は川崎汽船である。空母類似の全通飛行艦班による航空機運用能力を持つ特殊船としては戦前計画の秋詰まるに続き2隻目となる。ただし、この時点での航空機運用は 上陸戦時の支援戦闘が目的で飛行艦板は発進専用、使用後は陸上飛行場に着陸させる計画だった。ところが、熊野丸が未着工のうちに太平洋戦争の戦局は次第に悪化、特にアメリカ海軍潜水艦による輸送船被害の増大が問題となった。日本陸軍は海軍による海上護衛が十分でないと不満を抱き、 1943年8月から陸軍船舶兵,兵が運用する独自の対戦空母の保有や建造を検討し始めた。日本海軍との接触の末、秋津丸及び M 兵型に加護観測機や三式式連絡機を運用できる護衛空母機能を追加することと、護衛空母兼用タンカーである。 トクトルコリラ型戦時標準船を建造することが1944年3月までに決定された。その結果、未着工の熊野丸も護衛空母化の対象となり、海軍協力の下で設計が変更されることになった。熊野丸は1944年8月15日に帰港。1945年1月28日に浸水。 同年3月31日に竣工した。ただし、偽装の内降車法など、兵装の搭載は行われていない。基本構造は、他の陸軍特殊船と同様の集定母船で、第二次戦時標準設計船に準じた、簡易構造となっている。船体の水船近くを、全通式の集定格納庫としている。船尾に発信口がある。 兵員搭載状態の大発動艇を格納庫内に敷かれた頃を使って連続発進させることが可能だった。大発動艇13隻97式中戦車を搭載した特大発動艇12隻を搭載できた。き詰まると異なって当初から海軍の協力を得て設計されたため日本海軍の商船改造空母に準じた構造を有する。 先行艦と比較して、より洗練された航空機運用機能を持つようになった。秋津丸の外観は飛行艦ン右辺脇に船橋や煙突が起立した島型空母だったのに対し、熊野丸では煙突を日本海軍の軽空母と同様に原則開港とし、船橋も飛行艦ン下に収納した平艦パン型空母へと大きく変わった。 デリックポストの位置も、春工時の秋津丸のような船尾中央ではなく、発着の邪魔にならない、左限工部に最初から装備された。飛行甲板後端にはエレベーターが設けられ、甲板下の航空規格濃庫から搭載機を移動できる。このエレベーターはウィンチを利用した、8日台で、飛行甲板は、他の日本海軍空母のように、船尾端まで及ばない。 着艦制動装置は、詰まると同様で、陸軍が、かやば製作所に独自開発させたものを使用する予定だった。なお、飛行艦板に、迷彩塗装が施されていたが、当初からの計画なのか、軽流状態でのカモフラージュとして行われたものか、不明である。航空機輸送艦として用いる場合、四式戦闘機シップを、飛行艦板に18機軽視。 格納庫に17機、計35機を収容できた。対戦召喚機として、先行艦と同様に3式式連絡機を発揮、搭載予定であった。武装は、先行艦より強力となり、88式7センチメートルや潜航射砲を、船体左辺のスポンソンに5門、右辺側スポンソンに3門を装備した。対空機銃は、艦首と艦尾に集中し、 艦首に98式 20mm 降射機関砲2門、艦尾に4門を装備した。また艦尾に爆雷投射機の代用兵器として2式 12cm 迫撃砲2門を装備した。熊野丸の建造中に、さらなる戦局の悪化が進み、竣行した1945年3月末の時点で、日本側は、南シナ海や、東、シナ海の制空権、 正解権を喪失していた。非戦団などの南方資源航路も閉鎖状態にあった。以前のような潜水艦の脅威だけでなく、アメリカ軍機動部隊と陸軍航空機の脅威が増大しており、計画された対戦後英空母としての運用が可能な情勢ではなくなっていた。そのため、一応は竣工した熊野丸も一度も実用航海に出ないまま、 陸軍船舶の本拠地である宇品港金は島に係留された。教育中の船舶砲兵の見学に使用された程度で、兵装も搭載されず、カモフラージュを施して攻撃を免れるだけとなった。宇品周辺では、クレ軍港空襲や広島市への原子爆弾投下などがあったが、熊野丸が大きな損害を受けることはなかった。引き上げ船として使用中の 熊野丸。煙突が直立式に改められ、飛行甲板上に救命ボートが搭載されるなど外観が変化している。行動可能な状態で終戦の日を迎えた熊野丸は海外からの福音兵、引き上げ車輸送に使用されることになった。スカジャップナンバーは計1 1 2である。引き上げ船としての使用のため、煙突は 飛行甲板を貫通した右弦寄りの直立式に変更され、救命ボートの増加搭載などの改装工事が施されている。格納庫などは小棚と通称される多段式ベッドを設置して居住空間となり、最大収容人員は約4000人とされた。小足島在留日本人大総監に加わって、 満州方面の引上げ者を一回輸送しただけとする説もあるが、乗船した福音兵らによれば、1946年2月に、ショートランド諸島ファウロ島から、福音兵3610人を輸送。1947年5月には、ジャワ島から、福音兵約2000人を輸送。6月には、ビルマのラングーンからの福音輸送など各地に、赴いている。 引き上げ輸送に目途がついた後、廃線となった、熊野丸は、川崎重工業幹線工場にて解体されることになった。1947年11月4日から翌1948年8月31日までに、解体され、3800トンのスクラップとなった。設計的には商船への改装も可能だったと思われるが、元は、航空母艦機能を有した点が、 軍備解体との関係で問題視され、GHQ からの許可が得られなかった。船体の二重艇は、川崎重工業幹線工場の船頭ンン、浮きドックとして、再利用された。同じ M 兵型特殊船として計画された船として、時津丸がある。1944年10月に、同じ日立因島造船所で寄港されたが、途中で、設計変更されて、 護衛空母機能を省き、M 公型に類似した船型で建造が進められた。資材欠乏のため終戦時に、浸水前の状態で、貨物船へと再度の設計変更を受けて、一般商船として竣航した。ありがとうございます。